はい、どうもバサラです。英語手話ありがとうございます。今日はですね、 Xperia 1 Mark 5 の紹介になります。今日の動画はですね、こちらの実機をお借りして動画を作ってます。まだ発売前の製品なので、もしかしたらその発売したらちょっと状況変わってるところもあるかもしれないですけれども、その点はご了承いただいてご視聴ください。僕はですね、こちらの製品を約1週間から2週間ほど使用させていただいて、僕が思ったこちらの印象としては、こうソニーがこうスマートフォンでやりたかったことに対してようやっと技術が追いついてきて、それがやっと実現できたっていうような機種だなっていうふうに感じました。これどういうことかというと、ソニーが得意としている分野のその映像だったりとか、カメラだったり音楽だったりっていうところに対して、そのいろんな技術をやっとこの小さい中に埋め込めたっていうような印象です。なので、そのあたりの技術に明るいですね、そのクリエイターの方にとってはものすごくいい製品になってるんではないかなっていうふうに思います。では早速中身の方に入っていきます。まずは外観面です。今回紹介するカラーリングはプラチナシルバーになるんですけれども、それ以外にブラックとカーキグリーンがあります。で、触ってみてすごく思うんですけれども、すごくですね、手に馴染むような製品になっていて、ガラス面とかではなくて、なんかすごくテクスチャーのある素材になってます。マットな感じですね。なので、このスマートフォンをこう持った時に結構滑りづらいなっていうような感じです。で、サイドの部分もですね、同じような感じで溝があるので、スマートフォンの中では圧倒的に落としづらいなっていう風な印象です。で、落ち着いたこのカラーリングっていうところも非常にかっこいいなっていう風に思っていて、机に置いてる時とかのやっぱりかっこよさってところが際立つ製品だなっていう風に思ってます。続いて機能面についてです。こちらの機種は Xperia の中でもフラグシップのラインだったりするので、まあ、スマートフォンに欲しい機能は大体揃ってます。 CPU はスナップドラゴンの8の Gen 2が乗っていて、メモリは 12GB あります。なので、パフォーマンスとしてはもう全く問題なく、動作は非常にキビキビと動きます。で、ちょっと画面をお見せできないんですけれども、ゲームがですね、まあ、特に良かったなという風に思っていて、まあ、原神とかのゲームをやった際にもですね、高いパフォーマンスでプレイすることができます。バッテリーは 5000mAh あるので、まあ非常にバッテリーの持ちもいいですし、ワイヤレス充電ももちろん搭載してます。 IP68 の防水性能も搭載してます。で、 IP68 の防水防塵性能があるにもかかわらず、 SIM トレイがですね、ピンを使わずに取り出せるっていうところがですね、個人的にはめちゃくちゃ感動ポイントでした。あとは指紋認証のセンサーも非常に動きが早いです。続いて画面についてです。画面はですね、 4K の 120Hz の HDR の OLED ディスプレイになってます。サイズとしては 6.5 インチで、画面比率としては21対9という感じになっていて、結構ですね、こう縦長なディスプレイになってます。このスペックだったりするんで、映像ももちろん楽しめますし、さっき話したですね、ゲームもですね、非常に楽しめる機種になってるなっていう風に思ってます。あとですね、解像度がやっぱり非常に高いので、例えばサイトを見ていたりとか、各種アイコンとかもカリッカリですごくシャープに見れます。やっぱり 120Hz あるので、動作も非常にキビキビ動いています。個人的にすごく良かったなという風に思っているのが、そのフラッグシップのスマートフォンになってくると、結構ですね、画面がカーブしてしまうことがあるんですけれども、こちらの製品はですね、ちゃんとフラットになっているので、誤操作みたいなところが少なかったなという風に思ってます。あともう一つこだわりを感じたのが、インカメラが、パンチホール型になってないです。なのでですね、その映像を見てる時とかに、そのパンチホールのスマートフォンとかだと、やっぱりその部分が光ってないのが気になるんですよ。この製品はちゃんと上部のところにベゼルを設けることによって、そこにインカメラが設置されているので、映像を見ている時にそういった気になるみたいなところがなかったりします。なので、この製品にやっぱり動画を見ている時とかに、そういったところのこうちょっと気になるなみたいなところが非常に少ない製品だなっていう風に感じてます。で、さらに映像の時とかにやっぱり重要なのが音だと思うんですけれども、この製品はですね、ちゃんとイヤホンジャックがあります。なので、その有線のヘッドホンで、ちゃんとしたヘッドホンでコンテンツを楽しむっていうこともできますし、音楽を楽しむっていうことができるような製品になってます。で、さらにですね、そのフロントスピーカーの音も非常にいいです。さっきも言った通りですね、この製品ちゃんとベゼルを設けているっていうところがあるので、この部分にですね、ちゃんとこうしっかりスピーカーを置けているんですね。なので、イヤホンとか使わなくて、この製品のスピーカーを使っていても音がすごくいいなっていう風に感じました。個人的にびっくりしたのは、この製品でライブ映像を見た時に、その拍手の音みたいな、細かい拍手の音のところまで分かるぐらい、空間のようなものを感じるようなことができました。はい、最後にですね、カメラについて話していこうかなというふうに思ってます。やっぱりスマートフォンで重要になるのが、やっぱりカメラかなというふうに思うんですが、やっぱりもちろんこの製品もですね、非常に優れていて、今2つの映像流れていると思うんですけれども、片方はですね、こちらの Xperia の1の Mark 5で撮影していて、もう片方はですね、こちらにある ZV-1 で撮影をしてみています。どちらが Xperia の1 Mark 5
で撮った映像か分かりますか？パッと見ではですね、どっちがどっちかが結構分かんないんじゃないかなっていうふうに思います。なのでこの Xperia 1 Mark 5 のそのカメラ性能っていうのが、もちろんですね、ここにあるようなその一眼レベルとまではさすがにですね、そこまでは言えないんですけれども、高級コンデジと同じレベルの映像表現はできるようになってます。その理由は大きく3つあって、1つにはですね、センサーサイズが大きくなってます。1分の 1.135 インチのセンサーが入っています。でさらにですね、スナップドラゴンの 8 Gen 2が入っていることによって処理能力が上がって、まあ、複数の映像とか複数の画像みたいなものを同時に処理ができるっていうような技術が入ってます。で3つ目としてですね、センサーの技術が少し変わっていて、 XMOA T4 モバイルっていうような技術が入ってます。専門家ではないので詳しくは話せないんですけれども、センサーの構造がですね、まあ、2層になることによって、より大きな光を取り込めるような構造になってるみたいです。でカメラには関しては3つついていて、広角のレンズとメインのレンズと、あと望遠のレンズの3つついてます。広角のレンズに関しては 16mm の 12MP、 メインのカメラは 24mm の 48MP あります。このメインのカメラの方が先ほど話した大型のセンサーが入ってます。望遠のレンズが 85mm から 125mm の 12MP の3つついてますね。メインのカメラはですね、このような感じでオートで撮影したとしても非常に綺麗に撮れてるなっていう風に思いますし、センサーが大型化しているっていうところもあったりするので、このような感じで夜撮ってたとしても非常に明るく撮れるなっていう風に思ってます。それぞれの写真の空の色が特に綺麗に出ているなという風に思っていて、この昼の写真のところとかでもですね、こういった感じで雲も映ってますし、空の色とかもね、非常に綺麗になってるなっていう風に思います。で夜の撮影でもダイナミックレンジがですね、非常にいいので、このような感じで空が綺麗に映っているというような感じになってます。さらに動画性能っていうところで言うと、この製品、この小ささですよ。スマートフォンにもかかわらず 4K の 120fps で撮影することができます。なのでこのような感じでスローモーションだったりとか動きのある撮影みたいなものを、まあ、かっこよく撮影できるっていうのはすごくいいなっていうふうに思ってますし、でスマートフォンのやっぱりいいところは、やっぱり手ブレ補正が結構強いなっていうふうに思っていて、なので僕がこの撮ってる映像って全てその手で撮っているんですけれども、ほんと手ブレが少ないですよね。なのでスマートフォンだけでもすごくいい映像が撮れるなっていうふうに感じました。あとはこの製品、排熱処理もしっかりされているので、 4K120fps で撮影していても、あの止まってしまうみたいなことは全然なかったです。あとは映像を作ってる人に嬉しい機能として、この製品ですね、Sシネトーン4モバイルっていうものが入ってます。これはですね、ソニーのカメラを使ってる人だったらわかるんですけれども、この FX30 とかにも入っている S シネトーンがスマホ版になって入っています。なのでこのような感じですね、スマートフォンだけでも綺麗な映像で Vlog を撮ることができます。音もですね、今 Xperia の 1 Mark 5 から音を撮影しています。でこの Xperia の 1 Mark 5 なんですけれども、 ZV-1 とかにも入っている商品レビューモードがついているので、目の前にですね、こういった感じで製品を持ってくればフォーカスが当たって、もう一回自分の顔に戻って、またこうやって持ってくると製品の方にフォーカスが行くっていうような機能もついています。このような感じですね、本当にスマートフォンだけでも簡単にこう Vlog とか、まあ、YouTube とかコンテンツ作りができるような製品ではないかなっていうふうに思います。ただカメラ周りですね、めちゃくちゃ褒めてきたんですけれども、この製品がですね、最初にそのクリエイター向けの製品だなっていうふうに話した理由としてはですね、結構ですね、その難易度の高さというか、いろんなことがまあできるんですけれども、マニュアルで結構やんなきゃいけないっていうところがあります。この製品ですね、カメラアプリが3つあります。ソニーのカメラを使っていたりとか、ソニーのそのビデオカメラみたいなのを使ってたりとかすると、そのあたりはですね、パパッと理解ができるんですけれども、普通のスマートフォンのユーザーはちょっとそこは迷っちゃうんじゃないかなっていうふうに思いました。あとは各種そのカメラアプリの UI っていうのがかなり複雑で、まあ複雑なんですけれども、まあこういったカメラを使ってると、ここに書いてあるようなね、そのボタンとかいっぱいあると思うんですけど、このボタン類がその画面の中にギュッと入ったっていう感じなので、カメラを使ってる人からしてみると、ああこういう風にして使うんだって思うんですけれども、全然こういったカメラとかを使ったことがない人からしてみると、この値とかこれとかは何のためにあるんだろう、そのあたりが結構難しいなっていう風に思ってて、まあもちろんオートでは撮影することはできるんですけれども、やっぱり綺麗な風に撮ろうっていう風になると、やっぱある程度設定とかもちゃんとできないと、いけなかったりします。あとオートダイアリーになってしまうと、僕の写真のね、作品見てもらえば分かる通り、まあ、結構普通のスマートフォンで撮った写真に結構近くなってしまうなっていう風には、思うので、やっぱりちゃんとした設定ができると、この製品のですね、まあ、本領が発揮できるっていうところがあったりするので、クリエイター向けというか、カメラを触ったことがある人とか動画を作っていきたい人にとっては非常にいい製品なんですけれども、普通のスマートフォンを求めている人にとってはちょっと難しい部分もあるんじゃないかなっていう風に思いました。はい、いかがだったでしょうか。 Xperia 1 Mark 5 の紹介でした。もう少し詳しい内容が知りたいという方に関してはですね、概要欄の方にリンクがあるので、そちらを見ていただきたいと思います。
ていただければなというふうに思います。最後に、どういう人に向いてるかみたいなところを少し話していこうかなというふうに思っていて、やっぱり最初とかあのカメラのところでも話したんですけれども、まさにですね、その動画クリエイターだったりとか写真が好きな人に向けてのスマートフォンだなというふうに思っています。途中でも動画でお見せしたんですけれども、ほとんどですね、その ZV-1 と、変わらないようなクオリティの、動画表現ができるので、正直サブカメラになるレベル の映像表現能力だなというふうに思ってます。なのでやっぱり旅行とかの時とかに、その他にですね、このスマートフォン以外に、他にカメラを持ってってた人とかに関しては、もしかしたら本当にこの1台だけで撮りたいものが撮れる、そのポテンシャルを秘めているような製品だなっていうふうに感じました。いやでも本当にですね、その冒頭に言った通り、そのソニーがやりたかったことに技術が追いついてきたんだなっていうふうなのがあって、本当にこの1台だけで、できることが、めちゃくちゃ多いですし、そのやっぱり 4K120fps をやっぱり撮影することができるスマートフォンは、本当やばいなっていうふうに思ってます。で、あとはやっぱりその ZV-1 とやっぱり映像のクオリティが結構変わんないレベルっていうのはかなり衝撃的だったなっていうふうに思ったので、動画を作ってる自分としてはですね、結構感動するような、製品だったなっていうふうに思いました。今日の映画面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。